第2弾、ゲームオブ、ストーンズのキービジュアル解禁。ストーンズの冠番組が9月15日、22日と2週連続で、日で放送される。第1弾は、ストーンズの今日からプロデューサーズ。9月15日22時30分放送。2024年で結成10周年イヤーを迎え、ドームツアーを開催するなど、大活躍のストーンズ6人が初めて裏方へ。6人が見習いプロデューサーとなって、知恵と体力を絞り、日中の人をハッピーにして回るロケバラエティ。日一安いと言われる群馬の小さな遊園地を、ジェシー、ケイタイガ、高地優吾、コウは、はしごだかが正式表記、森慎太郎の4人がプロデュース。地元で愛されている小さな遊園地の70周年イベントを裏方として盛り上げる。彼らは70周年記念やイベントのヒーローショーを手掛けることに。果たしてお客さんを満足させることができるのか。さらに、最高にうまい生ビールを松村北斗と田中樹がプロデュース。味、温度、おつまみ、注ぎ方、様々な要素にこだわって集大成の一杯を堺の大先輩、ヒロミに届ける。果たして最高の一杯をプロデュースすることができるのか。スタジオでは新米プロデューサーとして奮闘するストーンズをチョコプラ&近藤春菜が見守る。日中の人たちの毎日をハッピーにするため駆け回る新米プロデューサーストーンズの姿をお見逃しなく。第2弾はゲームオブストーンズ9月22日22時30分放送。この番組は見ている人も絶対やってみたくなる新作ゲームにストーンズと VIP ゲストがひたすら全力で楽しむゲーム&トークバラエティ。今回、ストーンズの6人がゲストを未知なるゲームの世界に誘うかのような番組のキービジュアルが解禁された。この番組で彼らが挑むのは完全オリジナルの新作ゲーム。リップシンク、ギャグバトル、決め顔、火にらめっこ、一発勝負、サイズ感カジノなど様々なジャンルのゲームにストーンズと大物ゲスト、超人気俳優が体を張って次々と挑戦する。勝負の世界には、なぜか人間の性が現れる。ゲームを通じて豪華ゲストの知られざる、性格や人間性を丸裸にしていく。人気者たちの誰も知らない一面を引き出す、新感覚ゲーム番組に注目だ。番組情報日。ストーンズの今日からプロデューサーズ。09、15日曜日22時30分23時25分日。ゲームオブストーンズ09、22日曜日22時30分23時25分。ストーンズオフィシャルサイトハットプス。www.sixtones.jp/